しみです。ありがとうございます。そうです、じゃあ、きっかけですか？あ、はい、お店を始めたきっかけを聞かせていただきます。きっかけは友人と、なんか、皆さん、カレー屋やらないですかみたいな感じで、なんか誘われて、それで、まあなんか、ここの店が3人でやってるんですけども、それで3人の1人から声かけてかかって、まあ、俺は暇だったし、無職みたいな感じだったんで、やりました。あとは長年の夢だったんで。もともとあのカレー屋さんで働いておられたり、あの個人的にカレー作っておられたりされてたんですか？そうです。結構あの東京だったり、いろんな長い間、そうですね、経験されてて。東京、まあ、6、7年前ぐらいまで東京にいてて、それで、まあ、山形帰ってきて、山形でカレー屋をやろうと決意して、それでまあなんかイベントとかで出店でさせてもらって、家でカレー作ったりとか、繰り返してきました。はい、方針に分けた。方針、はい。方針っていうのは、店の、なんですかね、どういった感じで店をやっていきたいかというか、どういった店にしたいかとか、そういった。まあ、一般のお客さんも来てくれるんで、まあ、そういう人たちを大切にして、まあ、しかも、友達をがいっぱい来てくれるし、うん、こっちも大切にしようかな。うん、あとは自分の、疲れ具合とか、うん、そういうのを見て、うん、まあなんか、これのやれる範囲で、カレーとかを出していければなと思います。あれですよね。水木金の、3日間営業ってことですよね。火水木ですね。その他はこのパブの店長が営業してます。うんうん、だから年中行くのお店みたいな感じになってますけど。いや、そういった意味でこう、まあ、カレー、美味しいカレーを食べてもらうっていうのがやっぱりじゃあ、そういうお客さん大事にしてっていうことだと思うんですけど、カレーのこだわりというのはどういったところが？カレーのこだわりさん。これ一番来たの。カレーのこだわりか。はい、まあ、手抜きをしない。うん。まあ、なんか、インド人とかは玉ねぎを炒めずに、鍋で、こう、寸胴とかで玉ねぎを水で茹でて、それでペーストにして、ペーストを作ってるんです。うん、あと、カシューナッツとか、トマトとかをこう茹でて、これ、炒める工程が大体ないんですよ。ニンニクを炒めるとか、あと、スパイスを炒めるとかはしてるんだけど。うん、あ、そうなんですね。玉ねぎとかはしてないところが。茹でてる。だからそれはなんかこう、玉ねぎの香りも、油につかないし、なんかまろやかで食べやすいっちゃ食べやすいんですけど、なんかこう深みみたいな、こう、そう、香ばしさとかはないし、なくなるし、玉ねぎは一番なんか重要な要素なのに、それをなんか楽しようと思って、大量生産。僕もなんか作ったりするんですけど、玉ねぎを炒めるとすごく量やっても少なくなってしまいますよね。そうです。水分も抜けて。そうです。それだからたくさん作るとするとすごい時間と労力とお金がかかるっていうところを、そこを手抜きをしないでやってるということかもしれません。ちなみにその玉ねぎはどういったものを使ってるとか、こうどういうふうな調理方法でみたいなのがありますか？玉ねぎは、まあ、みじん切りかスライスにして、これで油、スタータースパイスを入れて、これで炒めればいいです。結構長いこと。でそのカレーにもよるけど、まあでも、炒めて1時間もかかんないですよ、俺は。南インドのカレーとかだと、まあ、30分とか炒めれば、できちゃう。他店ですけど、ジャイさんとかだとなんか
本で読んで話したり聞いたりとか5、6時間やってると、うん、それはもう個人的なあの生活からのこうストレスとかそれをあの玉ねぎにぶつけてるだけだと思います。そのまあ、ゆりさんが言ってたんで、もうあなんかそう書いてたんですね。そう、嫁と別れた瞬間にもうなんかイライラしてちょっともう2時間追加しようもうそれをもう完全にゆりさんから聞いたんで、やっぱり多少変更というかこう施設によって変わったりとか。そうですね、まあこのチキンカレーがメインで、うん、まあなんか一応の常備してあるみたいな感じで、他は俺は俺の疲れ具合によって、なるほど、まあなんか肉のカレー出したりとか野菜のカレー出したり豆のカレー出したりとか、あとその仕入れ状況によって、うん、野菜が夏だったら夏が安いとか、ね、今だったら、まあ、冬だから大根とか使ったりとか、いいですね、コンサート。あの私思うんですけど、あの慎吾さんのカレーはもちろん美味しいんですけど、この付け合わせのものとかあとチャイとかも一つ一つこうすごく丁寧に作っておられて、それがカレーがあれ愛を一個一個に感じるんですよね。だから付け合わせ一つとってもよりカレーが美味しくなるためのそういう考えられた付け合わせで、そのさっき言った手抜きしてない感じっていうのはなんかすごく僕は、うん、感じられた。その話だと手抜きっていうよりかは、まあ俺が野菜が好きだから、ね、お健康的に生きたい人なんだけど、うんうんうん、だからカレーライスって言ってもカレーしか乗ってなくて福神漬けだけみたいな、うん、あれだとなんかこうバランス悪いな。まあそう、食事としてちゃんとまあカレーだけを出すみたいな感じじゃなくて、元気になってもらいたい、うん、おすすめのメニューというかありますか。おすすめはやっぱりチキンか、うん、その今日出してるそのチキンと豆と野菜と、うん、あとラッサムスープっていう南インド料理、辛くて辛みの酸っぱいトマト味です、うん、それが3種類あの1皿盛られた3種盛りが、うん、まあ、俺あの1200円も取れるし、うん、俺的には一番助かる、助かるこれは宣伝です。宣伝でございます。じゃあ3種ぜひ食べてもらって、やっぱりあのあともう一つカレーの楽しみ方あると思うんですけど、はい、日本っていうか普通はないと思うんですけど、こういったこうインドのいろんな種類のカレーをこう混ぜて味を変えながら楽しめるっていうのもこうインドカレーの、うん、面白さっていうかこう深さっていうかそんなところの一つですよね。そうですね、混ぜて食べるとまた違う味になるから面白いかな、うんうん、美味しいです。あとあのおつまみメニューで、はい、チキンティッカとかいろんなパパドとかそういったものをあの出してるんですけど、うん、パパドはあのインドの豆のせんべい、豆のせんべい、豆のペーストをちょっと平たく伸ばして丸いせんべいなんです、うん、原価は300円なんで、あ、そうなんですか。あれです、200円で売ってるの。だからもう2回頼まれれば元が取れる。ああ、しかも1パックに30枚ぐらい入ってる。ああ、そう。だからあの俺はそれであの商売しようかな。パパドを頼んでほしいという。そうです。あれパパド食ってビール飲んでほしい。ああ、そうです。あ、でもあのサクサクして味もなんかこうポテチみたいな。うん、美味しいですよね、あれ。だつまみには、まあ、一番最初に出てくる当てとして。うん、そうですね、お酒も、うん、いろんなお酒も出してるもんね。そうですね、パブ の, あのクラフトビールを置いてある。その他にも焼酎、ウイスキー、あ、日本酒、ワインあのなども取り揃えてます。ぜひ飲みに来てください。
ちなみにあの、友人のあの高人くんがこのビーフジャーキーも、はい、あの作って出してるんですよね。これがブロー、うん、あの私もこの前、はい、食べさせてもらったんですけど、あの肉のいいところを残しつつちゃんと燻製の匂いっていうか香りとこううまい具合になんかそこら辺にあるビーフジャーキーとまた違う感じのジャーキーだなと、うん、ちょっと最後にあの、はい、今後の目標というかあのこれからどうしていきたいみたいなちょっとあったらお聞かせいただきたい。今後は、まあ、週3日しかないんですけど、まあその他にも、まあ、あの蔵王のクアンタムですけど、まあ、土日出店させてもらえることになってるんで、あ、今後もあ、だからカレーで、まあ、自分のご飯を食べていければな、うん、それだけっす。あ、もうカレー人生、俺が生きていければいいです。かっこいい。ありがとうございます。だってカレー屋で飯食えなくなったとか言ったらもうカレー屋もできなくなっちゃうし、うん、そりゃそう。これで俺もなんかそのカレー屋じゃなくなって建設業とかやりたくないし、うん、他のなんか嫌な仕事とかしたくないし、カレー屋で食っていければ一番いいなって、うん、これは思ってます。いい話聞きます。